すごい、昨日とは打って変わってや。朝ごはんは昨日の残りにおにぎり入れただけ。寒い、動きたくないけど頑張って準備しよう。朝日出てきた。やっと準備できた。6時18分ちょっと予定より遅くなっちゃった。天馬を出発して日内ヶ岳83度目を目指して出発します。天気よし、よかった晴れて。今日ガスやったらなく。今ここです。今日は見晴らし振動やったっけな、そこから直接日内ヶ岳の山頂を目指します。下山はこう来て、お出沼のところを経由して一応戻ってくる予定にはしてます。ここの下山が結構ぐじゅぐじゅで危ないっていう話をよく聞くので周回する予定にしてます。綺麗。見晴らしキャンプ場が標高1415メートルで、今日の日内ヶ岳の山頂が2000、さっき見たのにもう忘れた、2565とか言ったかな。なので標高は1000弱今日登ります。昨日も1000ぐらい登ったんかな、ちょっと後で調べてみよう。で、雪が朝はまだ閉まってるから歩きやすいけど、昼頃になったらグズグズになって、昨日それで尾瀬ヶ原の平地歩きでさえ苦戦してたんで、今日はまあ軽めなんで多少楽とは思うんですけど、どうやろな。登りや。しかもこの道登る人少ないのか、前後誰もいない。昨日至仏山に登った時は人が多すぎてびっくりしたけど、今日は逆にシーンってしてる。山頂から降りられてきた方に聞いてみたら、ここの下りが一番危険なようです。今見た感じでは雪がぐずついてたとしてもそんなに危なくなさそうなんで、まあ、この時期だったらピストンしてもいいのかなって今日の今の時点では思います。あっちに見えてるの谷川やったりするんかな。すごい、かな。あれ尾瀬沼で、予想では
あれが日光白根山、この前登ったやつ、日光白根から男体山も見えるってコメントで教えてくれてたから、あの辺かな。意外と人いないんかな。お出沼の方とか三重県の方から登ってくる人も多いと思ってたんやけど、着いた。日本百名山83座目日内ヶ岳、標高2356メートル、到着しました。やった、鯉のぼりを喜んでる。あれが会津駒や。会津駒と日内の間の三池っていうところからこの日内ヶ岳に登れば会津駒と2座取ることもできたかな。で、あれがまな板倉や。こっちは谷川とあれ日内、木の真っ白やったやつ。あれ何や、あれなんやろな、絶対なんかや、そらなんかやけど。で、あれが尾瀬沼で日光白根さんかな。この斜度すごい、確実45度以上あると思うんやけど、この斜度が急やから、お出沼から上がってくる人はまな板倉でやめるんかな。よいしょ、めっちゃ濡れ。あ、乾くやろ、帰るまでに。楽しかった。こっちはハイマツのトンネルや。すごい。よいしょ。出た。よいしょ。よいしょ。こっちやな。よいしょ。23分、まな板倉到着しました。三角点、はい、お疲れ、お疲れ様です。もういいの持ってるじゃん、鯉のぼり。喜んでます、鯉のぼりも。喜んでるね。鯉のぼりだけで3度目。この間はそのとんがりの山からずっとその山の上歩いて、地図を確認したら1時間半で尾瀬沼、そこから1時間半で見晴らしのキャンプ場まで戻れるみたいなんで、やっぱりせっかく8時間もかけてきたから、ピストンで同じ道で帰るより違う景色を見ながら下山しようと思います。
いいやん。10時36分ってことは12時ぐらいに尾瀬沼かな。まな板グラ、いいやんいいやん、めっちゃ気持ちいいし、よかった、とにかく晴れてよかった。休憩しよう。よいしょ、気持ちいいことってあるんや。お尻濡れても乾きそうやし、そんなんどうでもいいし。あと選手行ってみたいと思います。ゴー。お前のままで降りてきた。なんか2週間前はあの沼を歩けたらしい。山頂にいた人が言ってた。こっちに降りてきてみてよかった。誰もいないんやけど。なんでみんな三池から登ってですか。大江湿原ってどこやったっけな。なんか7月は日光キスゲがすごいらしいから、その時期にも来てみたいけどな。よし、尾瀬沼も見たし、見晴らしキャンプ場に戻って生ビール今日は飲みたい。お尻ぴちゃぴちゃなのが気持ち悪い。ぴちゃぴちゃ、意外と乾けん。尾瀬沼から見晴らしキャンプ場は気持ちいい道というよりは険しい道っていう感じ。よいしょ、うん、よっ、よいしょ。あー、戻ってきた。結構しんどかった。お腹減ったし、喉は乾かしてるから、昨日喫茶やってんのを見つけたから、そこに行ってみようと思う。祝杯や祝杯。よいしょよいしょよいしょ、生ビールあった。よいしょ、カレーライスにしようかな。シャリシャリする、凍ってる、凍ってる、わめっちゃ凍ってる、こんだけ凍ってる。最高や。めっちゃ美味しそう。最高。いただきます。美味しい。
惜しい惜しい。がっついちゃう。これは火打ち小屋オリジナルの火打ちヶ岳のバッジ。これは日の江又小屋オリジナルの志仏さんのバッジ。水ゲット。すごい。天場からちょっと歩けば小手ヶ原に出ます。この景色、独り占め。寝転がりたい。でもまたお尻ぶちゃぶちゃになっちゃうしな。全然寒くない。火打ち見えて、こっちには志仏も見えて、小手ヶ原貸し切り。走れそう。すごいなぁ。よいしょ。しんどい。お酒飲んだとこやし。こう登って三原新道登って左、もしくはその奥に最高峰の何やっけ、芝安蔵があって、そこからこうピューっと行って真ん中のポコ、何だっけ、まな板蔵に行って、右のポコは多分行ってなくって、尾瀬沼の方に降りて戻ってきたって感じか。ずっと志仏やと思ったら志仏やった。志仏はずっとここから純粋にこう登っていって、小志仏だけは多分巻いた、自然と巻いた。で山頂に登って手前の白いところを、多分ヒップソリーポイントがあの辺なんかな、降りてきて、この綺麗やけどめっちゃしんどかったしのロードをずっと2時間も歩いてやっと着いた。7時です。本当は今日夜も星空出ると思うんで星空撮影をしてみたかったんですけど、カメラが壊れちゃったんでもう潔く寝ます。そして明日は3時起き、5時出発ぐらいを目指してもう下山します。その日中に家に帰れることを目指したいと思います。それではおやすみなさい。5時30分、見晴キャンプ場を出発します。結局遅くなっちゃった。そしてパッキングベタ、息より巨大化してる。重い。よし、今日はひたすら歩いて帰るだけ。頑張って行きたいと思います。すっきり晴れてる。志仏さんも綺麗に出てるな。登った日だけガス。でも今日もう登ってる時間もないし、しょうがないな。太陽登ってきた。
ああ、日が当たってきた。あったかい。太陽ってすごいな。ファッション咲いてる。ほら、よいしょ、重い。すごい、ここら辺が綺麗な。一番ちょうど今火打ちと植物の間ぐらい、両方山の大きさが同じぐらいに見える。あんなに綺麗に見えてたら登りたくなってくるな。でもあれを登って、その後家まで運転して帰れる自信はないな。やってみる。よいしょ。全然消えない。すごい綺麗。よいしょ。山の花の小屋はちょっとまだ時間が早すぎて閉まってました。だからもう鳩町峠に向かいます。植物山は諦めた。もうすぐ鳩町峠です。もう見えてる。2泊3日の植物山尾瀬日内ヶ岳全部一応制覇しました。植物山はまあガスでしたけど、山頂から少し降りたら尾瀬ヶ原と日内ヶ岳も見れたし、また来る機会ができたっていうことでよしとしようと思います。日内ヶ岳はもう申し分なし、100点花丸でした。もうちょっと危ないところとかあるんかなと思ったけど、時期が良かったのか順調に登れました。これで日本百名山82座目と83座目を取りました。やったー。尾瀬ヶ原でちょっと早かったですけど水芭蕉が見れたのもすごい嬉しかったです。あとはとにかく今はお風呂に入りたい。帰り道に前回は焼肉の青空さんに行ったんですけど、あの通りはとんかつ街道なんで今日はとんかつを食べたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。尾瀬の戸倉第一駐車場からすぐ徒歩3分のところに尾瀬プラリ館があって、日帰り入浴が10時からやってるみたいです。大人600円。ここに行ってみます。本
当はあのとんかつ兼重っていうところに行こうと思ってたんですけど、駐車台数が手前の6台しかないので、こっちの上州沼田とんかつ街道お迎えにあるこっちに来ました。ロースカツ定食一番人気、これにしようと、あったノンアル、これすごい美味しそう。めっちゃ肉厚。